こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon から届いている、Important Changes to Fulfillment by Amazon in 2016という、メールの翻訳です。最後の方に原文と翻訳、ね、Google 翻訳なんか出しておきますけど、要約すると、売れない商品をホリデーシーズンに入れておくと高い保管料がかかりますということですね。現在、自前で貨物飛行機も用意して、FBA 在庫の整理を本気で着々と進めてます。Amazon はね、今年のホリデーシーズンかなり本気だと。他の小売店を叩き潰すつもりじゃないかなと思います。うまく Amazon のホリデーシーズンに乗って、がっぽり稼ぎましょう。で、この今年のね、今年のというか、このホリデーシーズンに向けた Amazon の変更点。まず、10月から変更になるんですけど、普段の月のね、保管料は若干安くするみたいです。その代わり、ホリデーシーズン中の、保管料は約3倍。ね、普通のサイズだと約3倍。まあ、大型商品でも約倍という金額に変わります。だからこのね、ホリデーシーズンは、まあ、すごい売れて出荷が大変だと。ね、余計な売れない荷物を置いとかないでくれというね、意思の表れですね。どうやってこの売れる時期に FBA で送れる商品を確保するか。これをいろいろ考えて多分、この時期はもう高くしたいということにしたんでしょうね。で、その代わり、ピックアップ。今までね、1ドルかかってたピックアップ料は10月以降なくなります。だから安い商品を FBA を使って売ると。で、発送の、不満を下げるというのをね、Amazon は、狙ってるというのが言えます。だからね、ますます、FBA をうまく使って。転売アカデミーはね、もうとにかく Amazon は FBA を使うもんだという教え方をしてますけど、まあ、うまく FBA を使って当然ホリデーシーズン迎えますんで、今まで通り、やっていただければ、今年は、過去2年間以上にどうやら稼げそうだというね、匂いがプンプンしてきます。そんなわけで、まあ今からやっとくべきことっていうのはね、いつもと変わらず、売れて儲かる商品を探すということですけど、ホリデーシーズン前にはですね、ホリデーシーズンに売る商品をしっかりと納品する。そして、ホリデーシーズン前にね、売れない商品の、整理はある程度つけてしまうというのをお勧めします。またね、このホリデーシーズンに向けて、近くなってきたら商品の納品具合とか、サポートの、案内流しますけど、確認したいこととかね、こういうのどうなんだろうという疑問点がありましたら、遠慮なくご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。